浦和車両放火内下場殺人事件とは、1977年4月15日に、埼玉県浦和市で発生した、内下場放火殺人事件。河老卿が角丸派4名を殺害した。1977年4月15日午後9時5分、埼玉県戸田市の角丸派の印刷工場、小玉印刷から、ワゴン車が発進した。このワゴン車は、 敵対党破の内下場から身を守るために金網や鉄板を取り付けて改造するなどの特殊仕様の車両であった。浦和市に差し掛かった頃、大型トラックがワゴン車の前に飛び出した。ワゴン車は急停止したが、後ろからもトラックが衝突し、2台に挟まれる状態となった。そしてトラックから約10人の人間が、 ワゴン車を取り囲み、ドアをランして開かないようにした上で、窓ガラスを割り、ガソリンを流し込み火をつけた。目撃者が火を消そうとしたが、火星が強く、中にいた、角丸派構成員4人は全員消死した。犯人はその間に用意していたマイクロバスで、逃走した。現場に急行した、警察官によると、角丸派は遺体を引き渡すことを要求していたが、 一方で涙を流す者はおらず、冷徹そのものだったという。翌16日朝、印刷会社社員5人と弁護士が、浦和警察署を訪れ遺体の確認を行ったが、いずれも黒焦げになっており、識別ができない状態となっていた。同日夕方、角丸派は、解放者で、記者会見を開き、死亡した4人の氏名を発表した。 翌4月17日、三立下柴山連合空港反対同盟が開催した三立下闘争史上最大規模の集会を開催。川老教は、この集会で犯行を辞任するビラを配布して、自動派による内下場事件であることを明らかにした。なお、この日の朝、角丸派は水元事件と本事件への報復を名目に、同集会会場への経路となる。 京葉道路に重油を撒くなどして妨害行為を行っていた。また、事前に犯人と思わせる人物から高度な戦術によって殲滅するという電話が解放者にかかってきたという。ありがとうございます。